1月1日10時39分をお知らせします。ヴィレッジヴァンガード渋谷本店で買ってきたこちらの福袋を開封していきたいと思います。福袋イエローとグリーンを買ってきました。1つ税込み3600円です。2つで7200円。他にもブルー、ピンク、ネイビー、レッド、グリーン、パープル、イエローっていうね、全種類こんな感じなんですけれども、イエローは全世代対応型オールマイティな福袋になっているそうです。オールマイティ福袋。グリーンはインパクトナンバーワン SNS 映え福袋となっています。それではイエローから見ていきましょう。もう渋谷のさ、ビレバン行ったんだけど、まあ1月1日に行ったんだけれども、それ向かってる最中 YouTube で調べたらみんな上げてた。なんかさ、現場に着いた時にはあれもう買わなくていいかなっていう思っちゃうぐらいみんな上げてて、みんなは今年一発目の無駄遣い福袋を買ってましたね。無駄遣いの中でもトップクラスのこちらの福袋開封していきましょう。もしかしたらすごいいいものが入ってるかもしれない。1つ目、なにこれ、令和ネズミ年ということで、こちらにゃんこが来ました。令和、まあ2019年は流行ったけど2020年はどうなんだろうね。これシリーズ、ほこりまみれのムーミンハウス。ムーミン昔見てたな、ちょっと怖かったやつ。アリエル、アリエのカードケース、なかなかで、でかいの、よいしょ、なんじゅうごりゅう、コートみたいなのが入っている。そしてこちらキングダムハーツ入浴剤、なんかかっこいいっすねこれ。でラスト、そういや、はい、面白そうな毛虫のゲーム以上です。これで3600円。はい、こちらがヴィレッジヴァンガードイエローの福袋でした。何かしら当たりの福袋とかあるのかな。それでは緑、こちらグリーンが SNS 映えナンバーワンというやつのやつですね。映えるアイテムは入っているのか。オープン、いくぜー、オープン。なんだこれ、ヘンテコ動物ブランケット、すんげえのが出た、ワニだね。で続いてはこちら粗品バスタオル、粗品バスタオルでございます。こちらにはボードゲーム USA の海外版のですね、めっちゃホコリまみれのこうマヨネーズとか入れられるやつかな、壁に吸い付く吸盤がついています。おお、当たりや、なんだって妖怪ウォッチ、すごいポーチが入ってた、すごい。でもうラストです。ラストがアリエールチェリーレッド、滑らかオイルイン口紅リップかな、粗品バスタオル。バスタオルって言ってもちょっとね、生地がブランケットかな、これ大きさ的にはバッチリ。はい、ワニはこんな感じ、これめっちゃいいね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ヴィレッジヴァンガードの福袋でした。 SNS 映えはやはり良かったですね。皆さんはどう思いましたか。ぜひ感想をコメントで教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この動画楽しんでくれた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。